寝る気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。カバラ数秘術の運命数9と11の方の2024年後半の運勢でございます。ちなみに運命数の出し方っていうのは固定コメントに書いてありますので、参考にしてくださいね。簡単です。はい。基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定は、動画概要欄から、あと猫チャンネルも動画概要欄から飛べます。40歳以上の真面目なマッチングサービスマチュール、会員様増えてるのでご活用ください。ズバッと願いを叶える手帳。意味の書いてあるタロットカード。ブレスレットの単品販売してます。さて、今年あと5ヶ月しかないですが、運勢行きましょう。ちなみに、1年の最初にね、運勢やってるので、そちらの答え合わせっていうか、あ、まだ終わってないね。それも終わってない。そっちも合わせてみてくださいね。はい。カラーカードとユニコーンカードを使っていきますね。はい。では、Q さんからいきますね。Q さん、何が出るかな？ラッキーカラー。おばーん。あ、これはね、グラウンディングする色だね。赤褐色。土の色です。はい。グラウンディング。地に足をつけて、現実的にみたいな。はい。で、ユニコーンちゃんが、イマジン。イメージする。なるほど。で、タロットカード。ああ、これまさにグラウンディングの色。あ、色じゃない。カードだね。カップの7の逆。はい。ズバッと出ました。なるほどね。落ち着けっていうのと、イメージするか。予祝しようって言ってるね、イマジン。うん。Q さんね。まずラッキーカラー、おばん。グラウンディングする。グラウンディングわかる。地に足をつけて、ギュッと、ね。地に足をつけるって日本語でも言うじゃん。グラウンディングもそうよ。ふわふわ浮かないでねって。イメージはするけど、夢を見ることで、夢を見、なんて言ったらいいの難しいね。非現実的な妄想をすることではないよっていう。共感が難しいけどね、その、願いをこうさ、予祝するときってさ、ね、イメージして、イメージしてって言うでしょ？私もライブの時に。いっぱい妄想して、ね、脳内では妄想していいよって。だけど、現実世界は地に足をつけていこうみたいな。そのバランスよね。で、イマジン、想像しましょう。What would you see, feel, think, and hear if your wish come true? もう、私が普段言ってる予祝のままだよね。あなたが、の夢が叶ったところを想像すると、何が聞こえたり、何が見えたり、何を感じたりするかっていうのをね、いっぱい想像してほしいっていうのが出てます。まさに予祝の方法よね。夢が叶ったところを想像すればするほど夢を叶いやすくなるんですよ。引き寄せの法則でね。で、このカードはそれをしてって、予祝をしてって言ってるの。ちなみに予祝って何ってもっと知りたいわっていう方は、宣伝じゃないけど、ズバッと願いを叶える手帳、ぜひお手元に置いてみて、で、ライブ、新月と満月の夜に必ずやってるので、ぜひ参加してみて、あ、こういう風に願いの叶え方って書くんだみたいなのがわかるので、はい。そう。どうかね、予祝してほしいの。夢が叶った時に何を、感じるかな？何が見えるか？五感で何、どんな味がするかな？どんな温度かな？とか、その世界は。何が聞こえるかな？みたいなのをね、いっぱい妄想すればそれほど夢が引き寄せられるからね、みたいなことよ。うん。ぜひアファメーションして夢叶えやすくしてねって言ってんのと、ただ、一方でグラウンディングもしろって、両方のこと言ってんのよ。運勢の方も、なんかね、衝動的になったり、なんか焦って
て落ち着かなくて間違った選択をしがちみたいな。それは多分ね、地に足がついてないからかな。なんかちょっとさ、せわしない感じ。そう、それで、そう、とにかくこう、なんか直感とか感覚とか、その赴くままにバーってこう、行っちゃうと、なんか間違った選択をしがちで、なんかこう豊かさも失われて、あれみたいな、安定してたのが、安定崩しちゃったな、バランスをみたいな、そういうことになりがちかもしれない。なので、どうかこのカップの7の逆、このカップの7、聖地向いちゃうと、ほんと夢見がちな、ね、グラウンディングしてない状態よ。もう妄想ばっかりして、あれも欲しいな、これも欲しいな、宝くじ当たんないかな、とか、なんかな、楽していいことないかな、みたいなね。なんかね、そういうんじゃなくって、ちゃんと現実世界に生きなきゃいけないので、で、物も限られる、お金も限られる、時間も限られる。ね、周りにいる人も、ね、決まってるっていうか、まあ、開拓はできるけど、まあ、基本こういう家族とか、こういう職場でやらなきゃいけない、現実的に目の前にいる人たちと一緒にやっていかなきゃいけない。みたいなものを現実的に受け入れて、受け止めて、地に足をつけて、じゃあ、何からやっていく、現実的に、みたいな。そう。ただ、何、遠くの向こうには、その、壮大な夢があっていいのよ。もちろんその予習もしながら現実的に一歩一歩やっていってね。いきなりふわーんって宙を飛んで夢は叶わないからねみたいなことを言ってます。うん。着実に行こうねみたいな。対策中点にワンドのナイトが出てる。ちょっとやる気の炎を出そうか。ね。根性とか粘り強さとか。そうね。Qさんね、この辺がね、ちょっと足りない。かったりするので、ちょっとこうクールで冷静だったりするので、こう燃えるような炎のような、わーって根性、あんまり好きじゃないでしょたまにはそういう、とことんなんか根性を出してやってみる、努力してみるみたいな、そういうのは必要かもよ、この時期みたいな、うん、夢を叶えるために。ということで、予祝、ね、アファメーションしながら、一方で地に足をつける。現実的に、堅実に行く。みたいな感じで頑張ってくださいませ。できるわよ。はい。続いて、11さん行きます。はい。ラッキーカラー。パール、真珠色、神聖さとつながる色ですね。はい。ファミリーカルチャー。家族の歴史を知って、みたいな。はい。はい。ズバッと出ました。不思議だね。家族のカードがこっちでは逆向いて、こっちでは聖地向いて、恋人も逆向いて、おお、なんだろう、なんだろう。はい。まず、11さん、ラッキーカラー、パール、真珠色。真珠そのものを身につけてもいいですよ。はい。神聖さとつながります。で、ユニコーンちゃんが出たのは、ファミリーカルチャー。面白いね、これ。牛色してるよ。白黒の牛色してる、ユニコーンちゃん。Learn more about your family's story and history. あなたの家族の、なんかね、過去の出来事とか、過去の物語とかね、歴史をもっと知ってね、勉強してね、みたいな感じのカードですよ。家族の歴史は、11歳あなたに様々な影響を与えてるよっていう時に出ます。で、その家族の過去の出来事を知るようにって告げてるんですよ。あなたの両親とか親戚が、どの国からとか、日本のどの地方から、ここに来たのかしらとか、ね、どういう経路をたどって今住んでる場所にたどり着いたのかなとか、どんな職業についていたのかしらみたいなのね。なんかそういうのを調べると、あなた自身を理解する助けになるのよ。ね。で、さらに深く知るにつれ、受け継いだもの、なんか遺伝的なものもあるだろうし、豊かさ、物質的な豊かさ、まあいろいろあると思う、受け継いだもの。ね。それに感謝することができると思います。ね。そして家族がもっとね、身近な、親密な存在になると思いますよ。あとはね、もしくはこのカードは、あなたの過去が現在のあなたにすっごい影響を強く与えてるかもよ、みたいな時に持てます。なんかね、過去に恐ろしい思いをしたり、傷つけられたり、
なんかそういう時にも出るかな。なんでまあそういう場合はカウンセラーに相談するとかね、信頼できる人に相談する、専門家に相談するとか、なんかそういう、うん、過去のことをこう、難しいね、あの、なんか知るっていうかさ、ちょっと掘り起こすのすごく傷つくんだけど、うん、ちょっと癒さないといけないかなみたいな時にも出たりします。とりあえずなんかね、家族、あの DNA ってめっちゃ強くって、やっぱり遺伝ってすごく強いのよ。遺伝の影響ね、スポーツができるとか体格もそうだし、なんとか何々のセンスがあるないとか、とってもとっても遺伝って強いの。だあなたが何を受け継いできたのかっていうのを、ご先祖様、あ、こういう職業やってたんだ、あ、じゃあその才能あるかもね、とか、あの、わかるからね。ぜひ、これは十一さん調べてほしいわ。で、運勢なんですけど、なんだろうね。ハッピーなカードと、そう、人間関係のハッピーなカードと、ハッピーじゃないカードが入り混じってんのよ。あ、なんか、いる人間関係といらない人間関係がこう、パキってこう、わかるのかもね。真ん中にさ、カップのナイトがあるからさ、気持ちは穏やかなのね。愛情に満たされてて穏やかなの。満たされてるの、カップの9も出てるし、対策注意点に。で、その中で、この辺人間関係の不和のカードで、この辺はむしろこう家族とか仕事とかなんか、安定のね、豊かさなのよ。家族の繁栄とか。うん。繁栄のカードと、なんか人間関係の分裂のカードが同時に出てるから、多分十一さんの中で、この人間関係はもういらないかな。さよならかな。うん。でも満たされてるの。さよならかな。この人間関係はすごく大事にしよう。ね、今目の前にいる家族かもしれないし。こっちは捨てて、こっちは大事にしよう。みたいに、なんかこう人間関係の取捨選択みたいな、そういうのがこう綺麗にまとまる時期かもね。で、そうだな、その選び方っていうか判断の仕方はね、カップの9でしょ、うん、あなたの心を満たしてくれるのはどっちかしら、本当に心の底からの意味であなたの心を満たしてくれるのはとか、願いを叶えてくれるとか、そういう手助けをしてくれるとか、ね。なんかこう、一時の気の迷いとかじゃなくてさ、とか、なんかストレス溜まるわ、みたいな、じゃなくて、心の底から信頼できるのはやっぱこっちの人間関係だな、みたいな感じで、うん。なんか、ご自身でわかるんじゃないかな。うん。はい。頑張ってみてくださいね。はい。では、9311さん。残り後半頑張っていきましょう。素晴らしい後半になりますように。じゃんけんきました。まーきじゃんけん。じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。